ありがとうございます。では失礼して、早速作らせていただきますね。ご存知なかったかもしれませんが、実は私、裁縫が得意なんです。おばあさまの服もいつも私が作っているんですよ。よし、できた。ほら、香りも肌触りも申し分ない最高の安眠枕の完成です。集めてくださったもみ殻とお茶の葉の効果で、おばあさまもぐっすり眠れるはずですよ。さあ、早速おばあさまに使っていただきましょう。一緒に向かいの部屋に来てください。なんじゃこんなもの。しん、やっと眠れそうなところだったのに、よくもくだらんことで邪魔したな。すみません、実ははつらつ豆がなくなってしまったので、その代わりになればと思ったのですが。はつらつ豆がなくなったじゃと？おばあさま、お気を確かに。ああ、大丈夫じゃ。今は豆がどうのなどと言っておられる時ではないわ。おお、ちょうどよいところに来てくれたな。実はお前たちに話したいことが。あやつは一緒ではないのか。やれやれ、どうでもいい時には顔を出すくせに、肝心な時にはおらんのだな。すまぬが、あやつを呼んできてくれ。お前たち兄弟が揃っているときに話したいことがあるのじゃ。わしはそれまで休ませてもらうからな。真よ、今度はわしの眠りを邪魔するでないぞ。はい。
これとこれも入れて、蓋を閉めて。よし、今度こそすっごいのができちゃうよ、きっと。やったー！なんかすっごいのができたよ。あれ？お兄ちゃん？いいところに来たね。これお兄ちゃんにプレゼントなの。きっと似合うと思うな。でお兄ちゃんはこんなところまで来て何の用事？え？アバ様が私を呼んでる？それってついにアバ様が私の錬金術を頼りにする日が来たってこと？さあお兄ちゃん、アバ様のところへ連れてって。私が作った帽子のこと忘れないでね。Thank you.
私が起こしますよ。寝起きのおばあさまは機嫌が悪いので。失礼します、おばあさま。彼がご兄弟を連れていらっしゃいましたよ。とう！おばあさま、お元気そうですね。うん、快眠じゃ。おかげで寝覚めもよかった。なかなかいい枕じゃったぞい。ありがとうございます。よし、みんな揃ったな。では真意、村の者たちを集めよ。これより亀様のお告げを皆に伝える。はい。エテーネの民たちよ、心して聞くがよい。わしは神様からのお告げを賜る巫女として、託されたお告げをありのままに伝える。まもなくこのエテーネの村は大いなる災厄に見舞われ滅びる。エテーネの民は一人残らず死に絶えるじゃろう。そんな、何なんですかそのお告げは。
亀様は私たちを見捨てるのですか。静まり。お告げにはまだ続きがある。エテーネの民は死に絶えるだろう。だが光明が残されていないわけではない。北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草天使の花があれば滅びの運命から逃れられるということじゃ。おお、よかった。でも天使の花なんて聞いたことないわ。さよう。天使の花は我らが一度も足を踏み入れたことのない秘境に咲く。ゆえに誰が取りに行くかはわしが決める。天使の花を取りに行くのはわしの孫の真意とお主、そしてお主も、この三名じゃ。大いなる災厄はそこまで迫っておる。だがわしも力を尽くす。このわしが亀様と共にエテーネの村を守りきってみせるわ。おお、さすがアバ様だ。よかった、安心していいんだね。あそこ魔物が村に入ってきた。なんじゃと。皆さん下がって。なぜ魔物が入ってきた。魔物たちの目から村を隠すわしの結界はどうした。俺たちどうなっちまうんだ。アバ様は大丈夫だって言ってたけど、お告げ通り滅びてしまうんじゃ。そうだよ、アバ様の結界が破られるなんて。皆さん落ち着いてください。すぐに私たちが天使の花を取ってきます。さあ急ぎましょう。清き水の洞窟は育みの大地よりもはるか遠い北にあります。私の家で祈りを捧げてすぐに出発しましょう。Thank you.
より励みます。気持ちのいい勝利ですね。
やはりお話ししておきます。実はおばあさまが気になることをつぶやいていらっしゃったのです。気になることって？たとえ滅亡の運命から逃れることができたとしても、生き残れるのはたった一人と。一人って、それって他の人はみんな死んじゃうってこと？それは私にも分かりませんが、言葉のままに受け取るならそういうことだと思います。そんな気を落とさないでください。おそらくおばあさまは最悪の場合のことをつぶやかれたのでしょう。亀様のお告げ通り、天使の花さえあれば村は助かるともおばあさまはおっしゃっていました。だから今はおばあさまの言葉を信じて、必ず天使の花を村へ持ち帰りましょう。そうだよね、私も信じる。天使の花さえあればみんな助かるって信じるよ。お役に立てましたか？ところにも礎の森と同じような壁画があったのですね。二つ目の太陽、そして滅亡。私は以前から礎の森の岩に描かれていた絵を不思議な気持ちで見ていました。人間以外の種族が本当にいたのだとしたら、彼らはどこに行ってしまったのだろうと。
もしかしたらここに書かれている通り、ほとんどの者たちが滅亡し、私たち人間だけが生き残ったのかもしれませんね。ですね。天使の花はこの扉の向こうに咲いていると書物に記されていました。最後にこの扉が開かれたのは一体いつのことか、私には想像もつきませんが、この洞窟に流れる清き水が今も天使の花を育み続けてくれているはず。さあ行きましょう。危機を察してこの花を取りに来たというわけじゃな。じゃがそうはいかんぞ。時を超える力を秘めたお前たちにこの花を渡すわけにはいかんからの。時を超える？やっぱりそうか。こんな大切なことを忘れ去ってしまうとは、エテーネの民は果てしなく愚かな者たちじゃ。だが忘れていようがいまいが関係ない。エテーネの民は皆殺しじゃ。
この身が果てようとも冥王様より与えられし使命だけは。の花が全部燃えちゃった。時を超えるとかなんとかわけのわからないこと言って、私たちの邪魔をするなんて信じらんない。古い書物によると、私たちエテーネの民は遥か昔、自由に時を超えられる時渡りの術という能力を持っていたそうです。ですが、時渡りの術を使える者は時代とともに少なくなっていき、数百年前に完全に失われたのだとか。そうだったんだ。今はもうない能力なのに、そのためにこんな目に遭わされるなんてあまりだよね。ダメだ、見つからない。テンスの花が一本でも残っていれば、おばあさまの言いつけを果たせたのに。仕方ありません、村に帰りましょう。他に大いなる災厄を止める手立てがあるかもしれません。どうしました？あそこ光ってる。光？私には見えませんが。私には見えるの。これ。それは。見つけてくださいました。これさえあれば村を滅びの運命から救えるかもしれません。私も役に立てて嬉しいな。きっとここで天使の花を見つけるのが私の役目だったのね。お兄ちゃん、私をここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、この花をおばあさまに届けなくては。急ぎましょう。